はい、皆さんどうも、ゆるふわと申します。いつもご覧いただいている方ありがとうございます。初めましての方はよろしくお願いいたします。今日の動画なんですけれども、僕の友達からですね、海水魚の小型水槽での飼育が難しいかっていう質問があったので、まあそれについてね、お答えをしていく雑談形式の動画にしようかなと思います。まあ他にもね、気になっている方いたら参考になれば嬉しいなと思ったので、でそのお話をする前に一つ前提としてね、お願いというかご理解いただけたら嬉しいなっていうことがありまして、こう海水魚のやり方ってすごくたくさんやり方があると思っています。なので僕とね、全くこう違うやり方をされている方もすごくたくさんいますし、上手にねやられている方もたくさんいらっしゃいますので、あくまでこう僕の一海水魚のね飼育として、あ、こういうやり方もあるんだなとか、僕はこういうやり方でやってるんだなっていうくらいに留めて、まあ皆さんにとってはね、一つの参考にしていただけると本当に幸いです。はい、ということでね、まあその他の方がダメとかいうわけではなくて、あくまで僕はこういうやり方でやってますよっていう形でお話をしていくんですけれども、うん、で本題に戻って、小型水槽での海水魚の飼育はできるのかっていうことなんですけれども、一言で言うのちょっと難しいんですが、まあ小型、ある程度、一般的に、ね、ある程度飼育方法が確立されてるような小型海水魚、それの飼育だったらば、そんなに難しくないと思います。あとはまあその魚に合わせた環境を用意できるかとか、どれだけね、それに近づけてあげられるかとか、あとはその、メンテナンス、維持っていうところが、まあ、できるかどうかっていうところですね。で、まあ、いろいろ話、本当にあるんですけど、まあ今日はその一点でスポットを話をしていくので、まずこの、じゃあ逆に言えば、この小型30センチ、30センチ、奥行き30の、まあ小型水槽の、前提でお話をしていくんですが、まあ、これで買えるような魚がどんな魚がいるのかなっていうことなんですけど、まあ、例えば映画でね人気になったカクレクマのミモですね、あれをこの、水槽で 2,3 匹とかね 4,5 匹くらいまでだったら優に飼育が、まあ、4,5 匹 5匹くらいはちょっと多いのかな、大きくなってきた時に 10 センチ超えてくるので、まあでもまあ、3、4匹とかペアとかでね、飼育する分には飼育ができると思います。で今ここにね、僕の水槽に入ってるこのしましまのお魚なんですけど、キヌバリっていう一年魚、まあ1年経ったらなくなっちゃうんですけど、それ遊泳性のハゼですね。で、この子たちはあんまりそこまで大きく、大人になっても大きくならないので、まあこの30センチ水槽でもこんだけ8匹以上はいるのかな。くらいは飼育してても今のところ特に1匹も死んでない状態ですね。あとはね、ムラソイっていうお魚がいるんですけど、今ちょっと隠れちゃってるかな。餌あげてちょっと出てくるか見てみましょう。これで出てくるかな。結構みんな上に行ってますね。はい、なかなかね、人工食に餌付かない魚とかはおすすめしないですね。あ、今ここに出てきましたね。このちょっと一匹だけね、姿形が違うと思うんですけど、ムラソイっていうね、お魚ですね。あとは今動画には出てきてないんですけど、カエルウオのね、仲間、それもハゼなんですけど、それも入ってます。で、その子たちの飼育を今、僕がやってる形としては、うん、一言で言うと全然苦労はしてないですね。維持もそんなに大変じゃないですし、苦労もしてないので、小型水槽でも全然飼育できてます。もう半年以上です。まあ、なので、全然小型水槽でもちゃんとその飼う魚の種類を選んで、自分のこう、飼える中で、やってる分には、小型水槽でも全然海水魚の飼育は全然できると思ってます。なんでね、ちょっと興味がある方は、その飼いたい魚の種類っていうのを決めて、その魚について調べて、それがね、小型水槽で飼えるのかどうかとか、まあ、魚の種類が決まってなければ、こう、お店の人とかに聞いて、まあ、小型水槽でのおすすめの魚っていうのを、こう、聞いてね、飼育したりとかっていう形でも全然いいかなと思っております。
で、そうだな、もうあともう一つくらいお話しして終わりにしようかな。で、小型水槽での、まあ、飼育で、まあ、大事な、僕にとって大事にしてるところっていうのは、なんだろうな、最初に一番最初の水槽を作るときにしっかり立ち上げるっていうことと、準備をして立ち上げるっていうことですね。まあ、それに尽きるんじゃないかなと思います。まあ、僕のこの水槽はちょっと早めにお魚を入れる形になってしまったんですけれども、まあ、バクテリア付きのね、土材とか、それから砂もバクテリアが付いてる砂を使ったりとか、ちょっとね、ライブロック、この岩ですね、これ結構海水魚の飼育について結構重要なものなんですけど、まあ、これについてはちょっと石灰層っていうね、微生物がついてないものをちょっと入れてしまったので、まあ、バクテリアをね、微生物を追加添加剤で入れてあげたりとか、まあ、それのこう働きを強める添加剤を入れたりすることによって、早めにこう水槽維持を目指しました。で、準備期間は約1ヶ月半くらいですね、取ったんですけれども、まあ、最初の頃はやっぱりどうしても、苔も出てきたりとか、なかなかこう、お水が安定しなかったりっていうのもあるんですけど、もう2ヶ月、3ヶ月経つ頃にはかなり安定してます。で、実際今この水槽なんかは、だいたい2週間に1回くらいしか水替えをしていません。で、露台はちょっと早めに、洗う形で、まあ、だいたい2ヶ月くらい、ですね、1、2ヶ月に1回洗ってっていう形で、それ以外はもう添加剤を、2、3種類添加してるくらいで、もう他は一切やってません。うん、なのでね、そう聞くと多分そんなにね、難しくないんじゃないかなと思いますので、まあ、逆になんか今日はここでね、もう終わりにしちゃおうかなと思ってるんですけど、何かこう露材だったりとか、他に聞きたいことがあればね、コメントとかいただければ、またそれのね、動画を作ろうかなと思います。真っ黒かったんですけど、色が出てきましたね。このしましまのは絹張りっていう。あ、で、あと、磯ガニっぽいのが、ちょっとカニの種類特定できてないんですけど、そういう磯ガニっていうものとかですね。あとは、コケ取り貝。で、今完全に閉じちゃってるんですけど、これの、これ。これがキアリムシっていうね、開くと花みたいな綺麗なものなんですけど、そういうキアリムシとか入ってますね。あとは今出てきてないかな。あとはね、カエルウオっていうハゼがいるんですけどね。開いた。こんな感じで開く、お花みたいに開くんですけど、キアリムシっていうね、ゴカイの種類になります。小型水槽での、まあ、海水魚の飼育が難しいかっていう点に関しては、まあ、種類によって難しくないと思います。はい。まあ、あとはもうね、本当にどれだけね、ろ過装置きれいに、水をね、きれいにするシステムを作れるかとか、まあ、それに合わせて水替えちゃんとできるかとか、なんだろうな。あとはもう温度ですね。温度をどれだけ、ちゃんと保ってあげられるかっていう形で、まあ、小型水槽での海水魚の飼育っていうのは決まってくるんじゃないかなと、思いました。ということで、今日は質問に答える雑談動画でした。また次の動画もね、ぜひ見てください。それじゃあ、バイバイ。